和田広美は、日本の著述家、講演者、営業コンサルタント、実業家。主として営業、コミュニケーションなどをテーマに執筆、講演を行い、自己啓発書、ビジネス書等を執筆している。京都府宇治市出身、光華女子大学英米文学科卒業。京都光華女子大学キャリア形成学科客員教授、熊野本宮大社参与。 社団法人神社プラス一代表。外資系教育会社の日本ブリタニカ株式会社で営業等の経験を積む。在籍中に世界142カ国の社員中にくらいの営業成績を上げ、制約率98%を記録するなどの実績により、同社社長。同社が日本から撤退した際に独立して株式会社ペリエを設立。 営業マン育成の研修を行う。セミナーや講演の受講者は延べ10万人を超えるという。2017年9月に NHK リッテレ漫才先生に出演。2018年よりレギュラー化解明して芸人先生に出演している。番組では先生役の芸人たちの講義を和田がビジネスの世界に置き換えて解説している。 エグゼクティブプロデューサーの松井周平は、私が補足をすることでお墨付きを与えることができると、語っている。絵本、僕は小さくて白いが、日本の平成30.31年度版の小学校1年生の、道徳の教科書、生きる力に4ページのダイジェスト版として収録された。また2017年に要点思考を身につける、人生良かった、カルタを制作し、 一部の小学校で道徳の授業に採用された。ドーカルタは2020年、新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校の臨時休校を機に遊びながらマイナスをプラス思考に変えるツールとして注目された。和田は営業テクニック以前のこととして土台となる考え方と三つの柱が必要であると主張している。思考営業には、 強いメンタルが求められるが、ネガティブな一つの事実に対して、自分で考え方をプラスに切り替えるために最良と、最悪を並べて、より良い方を選ぶという考え方、単純に思考他人の、話に耳を傾けて実践する、食べ物を味わって、美味しいと感じたままに口にするなど、物事を単純に捉え、気持ちで感じることができるように考えること。 感情移入レジャーに出かけて無邪気に楽しむなど、商品説明に際して、感情のこもった表現力を養うこと要点思考特に、要点思考については、人生共通の考え方として重点を置き、これを伝えることをライフワークにしている。これは、ポジティブシンキングとは異なり、肯定的、積極的思考ばかりでなく、否定的、消極的思考を一度受け入れた上で、 良いことを探して気持ちを切り替えるという和田独自の思考法である。書籍、グッズが発売されているが、前述の通り、人生良かったカルタを道徳の教材として採用した小学校もある。知識能力自分の売る商品だけでなく、競合他社の商品も含めて、十分な知識を持ち合わせること情緒能力笑顔をキープする起点が効く。 気が利くなど他者へ気配りをすること意識能力いわゆる、プロ意識を高めること。ありがとうございます。